皆さん、こんにちは。文化課の川崎です。今年度の動画配信による公開講座は、この回が最終です。これまでは、立体画像の引用図で分かったマリアツ城などの構造や、マリアツ古墳群について紹介しました。ここからは、その他の遺跡や引用図の活用方法について紹介します。左の図は、マリアツ古墳群の北西側、河岸段丘上にある西の崎古墳群です。直径15メートルから20メートルほどの円墳が3基見えます。古墳の周りは寒色系の青色で表現されているので、この部分はくぼんでいることがわかります。このくぼんでいる部分を点線で囲んでいますが、これは古墳を作るときに掘られた周溝という堀の跡と考えられます。陰陽図は微地形まではっきりと表現されるため、一般的な地形図や肉眼ではわからない環境でもより詳細に表すことができます。右の図は西の崎古墳群と同じ段丘上で、一辺50メートルほどの範囲を城の土塁のような高まりで区画する場所を2箇所確認できました。この区画の付近には中近世まで遡るとされる窪宿や内屋敷といった小字名が残っています。このことから確認できた区画は、その頃の館跡と考えられます。マリアツ地区には、マリアツ城などのほかに、新梨奴館跡という城跡があります。これまでは、位置や構造、大きさなどはっきりしておりませんでしたが、引用図を作成した結果、千葉情報マップに掲載されている埋蔵文化財放送地の位置と違っていることが分かりました。新梨奴館は丘陵の尾根筋に沿って作られ、土塁という土手や枡形という防御のための施設が残っていることも分かります。また、尾根筋を通って南側へ行くと、マリアツ城の大手道と想定される場所につながっているので、今後はマリアツ城との関わりについても考える必要があります。そして、新梨奴館跡の北東丘陵上に4基の塚が並んで作られていることが新たに分かりました。右は新梨奴館跡の拡大図で、左は新梨奴館跡と塚群の位置関係を表しています。右の新梨奴館跡の拡大図を見てください。先ほど説明した土塁がはっきりと見えます。また、枡形状の防御施設は図の右下部分にあたります。今回新たに発見した4基の塚は、上黒田塚群として新たに埋蔵文化財に登録しました。引用図をもとに、黄色の枠で囲んだ上黒田塚群を調査しました。塚群は4基の塚が尾根沿いに並び、北から1から4号塚と名付けました。形は、1から3号塚は方形、4号塚は円形と考えられます。大きさは、1号塚は一辺11メートル、高さ2メートル、2号塚は一辺9メートル、高さ2メートル、3号塚は一辺6メートル、高さ1メートル、4号塚は計8メートル、高さ2メートルあり、4号塚には幅4メートル、深さ1メートルの周溝も巡っています。また、1号塚のそばに無法塔という僧侶の墓石、2号塚の頂上には延宝4年、西暦1676年命の墓石が建てられていました。このほか、上黒田塚群の南東側の赤色の範囲で、19世紀以降に作られた出羽三山信仰の塚や、東側の緑色の範囲では、江戸時代中期以降の墓地なども見つかりました。上黒田塚のある場所から東に伸びる丘陵の南側の谷部分には、曹洞宗安勝寺と黒色で囲んだ範囲に現在の墓地があります。
安勝寺は、明治時代に千葉県が編纂した上総の国猛田郡寺院明細帳によると、同じ真里谷地区にある真如寺の末寺として、曹洞宗の宗祖道元から33代目の宝光が宝永5年西暦1708年に開山したとされています。そうなると、上黒田塚郡2号塚の延宝4年西暦1676年名の墓石より、上黒田塚郡の方が30年以上も先に作られたことになります。今後はお寺との関係にも注目する必要があります。赤色の範囲にある塚は、尾根状に直径2メートル、高さ1メートルほどの塚が2基、その南の斜面には19世紀から20世紀初頭の湯殿山、月山、羽黒山の三山信仰の石碑が建てられています。緑色の範囲にある墓地には、18世紀から19世紀の墓石が確認できます。これまで紹介したように、陰陽図は尾根や谷を認識し、地形の判読に必要な特徴を容易に把握できるため、災害対策にも活用できます。左の陰陽図は、川に面している丘陵の斜面が崩れていることがわかります。右の木更津市発行の防災ハザードマップと照らし合わせ、地滑りなどの危険性の検証や、土砂災害警戒区域の設定など、今後の防災対策への活用も期待できます。今回紹介したように、木更津市史の編纂は、新しい技術を取り入れながら進めています。そして、木更津の歴史や文化はもちろん、民族、自然に関する調査や研究の成果を発表し、魅力ある木更津を伝えながら、広く市民に親しまれ、まちづくりや学校教育などで活用される木更津市史を目指しています。なお、今回掲載した城跡や古墳などの遺跡は貴重な文化財であるとともに、その多くは個人が所有する土地に残されたものです。くれぐれも無断での立ち入りや遺跡を壊すような行為はおやめください。文化財を次の世代に引き継げるよう、ご理解、ご協力ください。最後までご覧いただきありがとうございました。